お待ちよ。めっちゃちょっとね、私ね機種変したんです。このあ切るとちっちゃんかりただいまでね、今日はねお弁当もらったから、そしてお腹空いたからご飯食べながらでもいいですか。今日ちゃんとメイクしたよ。はじめましての方いますか。こんばんは。こっちだよねカメラ。こんばんは。じゃーん。もうね面白いね。少々お待ちよ。はい、見て私の好きな大根の葉っぱ。大根の葉っぱじゃない、間違えた。大根です、これ。葉っぱじゃないです、大根と葉っぱですね、普通の。あのお弁当についてきた割り箸使ってます今日。え、みんな箸使ってるよ私。今日はあのお弁当についてきた箸使ってます。はい、うん、そうなんだよね。何箸使えたのか。いいよ、スプーンもあるよ、スプーンももらったから。いいよ全然、スプーンで食べようか。こんばんは。私はね NGT を受ける前、受ける前じゃん、受ける前っていうか、このアイドルとかを目指してる時にモデルさんにもなりたくてね。そうで、このアイドルになった、みゆみゆさんもこうやってモデルのお仕事とかしてるじゃないですか。そう、私もねみゆみゆさんみたいになりたいんです。でこの企画がちょうど始まって、まあ雑誌にもし載れたら結構第一歩じゃないですか。見てもらえる範囲が広がるっていうか。だから今回はめっちゃ頑張ろうと思って、気合バッチシです。こんばんは。そうなの、土日全然出れるの、やったやった、嬉しい、会えます。お、こんばんは。ちょっと巻く、ねえねえ、このさピョンズって書いてあるじゃん、それってさ AKB の確かチーム8のが好きだったんだよね。橋本春奈さんが好きですか。合ってるかな、違うかな、ごめんね違った。お弁当の中身、お弁当はね白いお魚と白身と唐揚げとコロッケが入ってる。あとはお家にあるお野菜をちゃんと食べてます。久々のメイク、フルメイク見た、嘘だ。まあ朝配信してたもんね最近。確かに、うん、みんなもおすすめ。うん、ちょっと待ち、あ、そうだよね、私の雰囲気が好きなの。どんなとこが好き、みんなどんなとこが好き、私の。
なんか今レンジで温めたんだけど、なんか中だけ温まってて外が全然だ。伝わる。お出迎えは最初に分かんない。どうなんだろうね。今どんな風に決めてんだろうね、みんな。じゃんけんなのかな今でも。どうなんだろう。みんなちょっと他のさ前座めっちゃ出てる子に聞いてきて。うん。うん。これか。確かに。うん。はじめまして、配信しました。めちゃくちゃ可愛い。本当に？ありがとう。ごめんね、唐揚げ食べてて。ちょっと一旦黙るわ。混ぜてる。よし、喋れる。見て、今日めっちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛くない？ね、可愛いでしょ。でも食べ終わったから、もう今口の中にないから喋ってるの。イベント配信されてる。お、見たの？見た？私可愛いでしょ。じゃん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 。はいはい、次次。4期生イベント配信されたの見てくれたんですね。どうでした？私の、私ここに乗っけたんだよ。でもね、このまつげに爪楊枝のせるのをちょっと張り切りすぎてめっちゃメイク濃くてちょっとね、めっちゃメイク濃い女の子になっちゃったけど、許して。でしょ、爪楊枝伝説でしょ。いいでしょ。いっぱい流れてた。やったー、嬉しい。後から自分もいい、見よ。ちょっと口のサイズに合うぐらい。ファンレター？多分ね、前座の日に受け取れると思う。楽しみだね。早く読みたいよ。最近読め感ふ、最近読め感ある。嬉しい。ちょっとこの髪型とかエプロンつけて料理してそうじゃん。見て、ネックレス、ばあちゃんにもらったの、誕生日に。ばあちゃんのやつだよ。だから絶対いいやつだと思う。めっちゃね、めっちゃ食べるじゃんみたいな思うよ、多分私の見たらまだ劇場で見たことないから会いたいね、会いたいね。うん、全然始まってからとか来たりしてるの？どうなんですか？4期生に会ったことありますか？ネックレス素敵でしょ、可愛いでしょ。そうなの、お気に入りだからずっとつけてるの、もらってから。食べるの遅いのかな私。でも絶対あれだよね、喋りながら食べてるってのもあるよね。どうなんだろうね。うん、ネックレス多分
ばあちゃんがつけてたじゃない。うん、昔使ってたやつだからめっちゃ多分絶対高いやつだよ。電車で見たことあるんだ。そっかそっか、会いたいね。じゃあ会ったらさ言ってね、配信で見たよって、名前名乗ってね。お下がり、そう、ジュナちゃんが18歳になったからばあちゃんのネックレスあげるってくれた。ばあちゃん見てたら絶対さ配信では家で笑ってるよ。もっとばあちゃんの話しとるって。28日圧をかけられそう。確かに私は初めて会うから多分飛んで喜ぶかもだよ。うん、言ってね言ってね、名前言ってくださいね。こんばんは、ご飯食べてます。なんかいつも通り配信するのが一番いいのかなと思って、22時まで配信。そうね、なんかずっと喋らせてたらずっとやってそうだよね。まあでも9時50分ぐらいまでかな多分、もし遅くまでやったとしても。で、え待って、え今春だよね、え今春だよね、蚊に刺された、なんか痒いんだけど、ちょっと待って、蚊、蚊いる、この部屋蚊がいる。春だよね、春真っ盛りだよね。あれれ、おかしいな、ちょっとちょっと待って、春だよね、あれれ。蚊いる、嘘だ、蚊いないやろ、いたりして、いたりしてさ。今日あったかかったね、確かに今日はあったかかったわ。ごめんね、配信途切れちゃってびっくりしちゃった。あのね、今あの音量なんでかしらけど上げようと思っちゃって間違えて電源こう消しちゃった。え、テーマ弁使っとっけ、え使っとらんやろ、今使った、私やっぱり無意識だね。どう思う、無意識、どうです、使ってる、使っとるか、あこの取るがもしかして富山弁なんかもしれんね、可能性あるね。うん、そっか、え意識したら面白いでしょ。そうよね、え言ってよ、まず前髪さんって言ってくれたら多分すぐ分かるから。でもちゃんと自分の名前も言ってね、私の名前もちゃんと下の名前で呼んでね。知らへん、それ関西弁だ。そう、取る、知らんねん、あこれが富山弁なんだ、ええー、そうなんや、無意識だね。俺はどうしようかな、もうそのまんまなのって。確かにね、身分証出す、でも私意外とタブレットの方の画面見てないんだよね、本物見てる。みんなで前髪さん呼びして。次の前座って28、そう4月27、28にそう前座なの。5月はねまだ予定わかんない、で会えるかね、会えたらいいね。本当に笑ってしまうからやめて、みんなに本物って聞かないよ、本物
ん、偽物？どっち？よく可愛いでしょ。やった、お気に入りなんですよこれ。春服って意外と考えたらないなって思って。28日いない？あれ嘘、いないのか。似合ってる、よかった。なかったか、そっかそっか、いるかと思ってたわまた確認しとこ。休みか、そうかそうか。磯丸、磯丸って言うなって言われるよ。うん、そうなんだよね、この時期ってパーカーが大事だよね。脱いだ液体すぐできるからさね。夜公演ね、じゃあ4公演目だと思っとく。楽しみね誕生日めっちゃありがとう。18歳うん、1ヶ月ぶりの公演ね。じゅっちゃん T シャツにシルパーカーが似合いますよ。よし、ちっちゃい T シャツ、あ、あのシュナウザーの。確かに水色だもんね、いい色してるよね。だいたい何でも合わせられるくない。楽しみですね。うん、でも前座はさ前座だけど、本命はみんなあれだからね、思い出いっぱい公演だもんね。先輩たちの公演だから。よし、めっちゃ楽しみだからね、本当に本当に楽しみだから、マジで久々の前座だよ。全座名言っちゃいけない、 C でそれ言っちゃいけないよ、怒られちゃうよ先輩に。確かに受付みんな楽しいよね、わかる。え、ぜひおいで、え、おいでよ、会おう。でも富山からだから気をつけて来てね、無理しないで。土曜日当たった、じゃあ待ってるね。画角変わった、確かに変わった。え、さっきの方がいい、画角変えないよ、いっかな、ここにしとくね。え、こんばんは、待ってたよ、今前座の話してたんだね、イチャイチャしてたもんね前座の受付でね。あのね、受付入ってくるときにいつもうちわ持ってきてね、こうやってフリフリしてくるの面白いの。場面使い好き、みんな。食べても食べてもお米が減らない。今日なんかさ、ちょっと自分で言っていい？え、特殊茶絶対持ってきてね、絶対だよ。もう何で来るの、車で来る？じゃ車に忘れたとか言うなよないか、そうかそうか、弱めずか違う、なんか違うねどう、こんなの。あ、こんばんは、待ってたよ。違うよね
ずっと見てるよ。あら怖い。あ、もう入れときな、もう入れときな、入れときな。あの車のボンネットって言うんだっけ、あ、こうなんて言うんだっけ、ボンネットじゃないか、こうなんて言うの、こうガラスのところの下にさ、下にさ入れといて。それはほら、トランク、それ後ろでしょ、違う、トランクはダメ、忘れる、トランクはダメ、前、もうここハンドルでしょ、前ガラスでしょ、そこちょっと隙間あるでしょ。みんなにさ、車運転しながらじゅっちゃんの顔見せびらかして、夜ご飯食べてた、私今食べてるよ、あ、うちは自分で作る派、じゃあできたの見せてね、あ、こんばんじゅっちゃん、やっほー、お疲れ、手のかかる子やな。あ、それ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 、フロントガラスの隙間、正解、合ってます。もうさ、あの今ゆうちゃんはもうできないのか、あおちゃんできるけど、あおちゃん配信始めた、もう終わったのかな、隙間のこと、そうそう隙間のこと、正解、ジュナアピールか、そうだよ、あ、ダッシュボードか、特徴値はもっと大事に扱う前で。え、じゃあさ、特殊うちわにさ、サンリオのさ、シナモンのうちわケースかけてきてよ。急にわがまま言い始めます。あおちゃん初めてよ。え、どっちに行くの、私のとこいるよね、私のところにいるよね、ずっと。思う、うわ、来た、みんな平等にして入りました。あー、警察ね、確かにね、でもあれでしょ、うちは1個だけならダメじゃなくない、ダメなのかな、いいの、無理しないで、いたしゃ。確かに、じっちゃん特徴値はね、当たるかな、当たったら言ってね。そうだよね、みんなこの時間から配信するからね。そう、でもさ、サンリオ行かなくてもいいんじゃない、普通の雑貨屋さんとかに売ってないから。あ、すごい、嘘、割り箸だよ、ありがとう、誕生日おめでとう。確かに聖徳太子みたい。何で見てるの、パソコン何個も画面にあれしてる、割り箸じゃないよ、割り箸だよ。ん、フォーク今日ないけどスプーンならある。ん、ハートいっぱいありがとう、気づいたらハートがいっぱいだった、ありがとう。あ、原さん始まった、あおちゃんも原さんも始まった、どっち行くの、ねえ、なんでそんなさ、ごまどね見てるのよ、もう私だけでしょうが。なんでだよ、もうだだこねるよ、そんな、そんな、みんな。よし、ありがとう、絶対ね、それが嘘だと思ってるよ。3枚の中全てじゃん、昭和しなくないかそれ。面白い、素晴らしいね、みんな、ジラちゃんだけだよ、もう花江さん始めた、やってる、どっちのとこ行くの、
今はじゅっちゃん、今は何、今はってダメだからね、本当にもう本当にただこねるよ、本当に。やつ、みんな弁当食べてる。あ、そうかそうか、私か、面白い女。とにかくそのさ、ここに出てくるの本当に面白くて、誕生日の日だっけ、めっちゃねいっぱいここガーってかかってずっと思い出して笑ってたもん。あった後本当に面白いの。そしたらさ、じっちゃんがさ、あ、じっちゃんってね、妹ね、2番目の、何言ってんのって、冷静に、ね、なんで笑ってんのって言ってくるの、面白い。あれ、さっきまで10位だったのに削ったら11位だ。まあまあ、いつも通り配信するのが一番だと思ってるから、私は。でも本当にずっとモデルさんやりながらアイドルやりたいと思ってたから、そうなんですよ。だからね、近づけたらいいなって思ってるんだけど、3期生さんたち強いから、ジュネちゃんしか買った、嬉しい、ありがとう。アバター可愛いよ。んー、ハートもありがとう。よいしょ、次は動画消さないように気をつけるよ。よいしょよいしょよいしょ、すごい、ポップコーンもありがとうございます。ちょっと今 見てるから待ってね、今見てるんだ。うん、何今の、ありがとう、応援してる、ありがとうね、嬉しい。ポコンでしょ、なんかのれんみたいなやつのもありがとうね。流れ星もか、ありがとうございます。なんかちょくちょく見るね。ずっちゃんの気持ちを、掛け軸だ、掛け軸だ、のれん、のれん違うわ、掛け軸だ。ごめんなさい、掛け軸です。そう、自信なかったの、自信なかったんだよ。俺の嫁ありがとう。誰の嫁さん行こうかな、誰にしようかな。嫌じゃない、これで決められるの。でも逆に平等かもよ、恨みっこなし。私の旦那さん候補の人。結婚したい人、私と。このわがまま娘誰も嫌やろ。うん、プロポーズ来ました。結婚してだって悩んどいてあげる。確かに彼女ならずっと笑わせられるかも。ガチ恋オタクどうですか、全然あり、まだ募集中だよ。まだガチ恋してるっていう人いないから、そう、ガチ恋はもう楽しいっていう認めるからね。あっか、落ち着いても恋と違うもんね、メリーそうだもんね。そっかそっか、
違うか。確かに確かにね。ちょっと今自分で言って自分で納得してたそうだね。うん、今1位誰？さっきメリーだったよね。すごいねみんな。でもね、誕生日ありがとう。私は特別なことはせずに、いつも通りのありのままを見てもらって、多分イベントとかしてたら他のさグループ好きな方とか見てもらえる機会があると思うから、まあ私はねこんな子だよっていうのをちゃんと見てもらえたらなと思っております。そうですね、私はどんな子ですか本当に今日髪の毛可愛いからみんなに見てほしい。でも明日からどうせ朝からさ目が開かないとか言って配信すんのかな。さすがにだよね。みんなどっちのが好き？10時までするか分かんないけどさ、あのだいぶ時間経つっていうの、なんていうの、まだ全然あるよね本当に。うん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 、なくなっちゃった、にゃって感じ本当に面白い、ね、朝の顔と全然違うでしょ起きた時の顔。かわいい、ほっとけない、本当嬉しい。こうやって見れる？あ、見れる。今はメリーですね。1、2がアンナですね。みんなすげえな。すごいね、本当に。どん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 抜かされちゃってますね。頑張りますよ。じっちゃんの目を離すと確かに私のことを目離したらすぐどっか行っちゃうから本当に。でもあれでしょ、私もさ見てないと他の子のとこ行っちゃうんでしょみんな。ダメだ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 、それはダメだ。みんな私だけでしょねえ、本当にね。バンダイにいるといつまでバンダイにいるんで配信で圧かけたりする夢が好き。ああ、橋のやだ、橋の橋間違えちゃった、橋間違えちゃった。大阪屋ショップに携帯忘れてきた。大阪屋ショップ行ってたの。大阪屋ショップ派かや。私ねアルビス派でも大阪屋ショップも行くよ。なんかスーパーはあっち行ったりこっち行ったりです。こっちもあっちも。大阪ショップのコロッケ好き嘘、圧かけてるあれ自覚ないわ。ご当地スーパー多分そうだよね。大阪ショップって他の県にないよね。私本当にそう、新潟に来てびっくりしたもん。アルビスがない、大阪ショップがない。でもあれはある、イオンのスーパーがあるびっくりしちゃった。テーマもまあまああるけどね、イオンのスーパーは。でもそんなに、あとハラシンとかある、結構違ったっけ、ちょっとごめんね。あとはまあ薬局とかにもお肉とか最近売ってるしね。そう、三個、うん、聞いたことある。三個は
ウォロク、なんじゃそりゃ、ハラシンウォロク、見て、ベイシア、カワチ、何それ、カワチ、カワチみたいなもんで、何？ペンギン、ペ、ちょっとごめんね、叩いた、え、あ、ありがとうございます。風船持ったクマさん、2つもありがとうございます。ウェルシアみたいな、コメディ？コメディはあるぞ。あ、すごい、そういうのあるんだ。あ、あるよね、富山にもさ、ね、立山の、立山にしかないあのサンドイッチとおにぎりがね、あるところ。ね、あるよね。え、なんてとこだっけ、サンダーバードじゃなくて、そんな感じの名前じゃなかったね、この前話してたじゃん、ちょっと教えて、あの見てる、結婚してが流された本当だ、見えなくなっちゃった、ハートで埋め尽くされてるよ、でもで本当になんか蚊に刺されたのかもしれない、なんでだろう、かゆいじょう誰か海でって食べたことある、うん、ホタルイカはパパと昔朝方行ったよ、取りに、でも私は泳げないから、あのギリギリのとこまで連れてってもらえないの、海でもホタルイカ楽しいよ、ちょっとそう夜出るちょっと悪いことしてるようなね、朝方だけど暗いじゃん、でも最後に言ったの小学生ぐらいだから、そう泳げないよ、うん、私 NG 出してるちゃんとでも昔じいちゃんと釣り行ったことあって、釣りが本当に楽しくて、めっちゃ前なんだけどね、本当に小学校入って2年生とかだけど、楽しかった思い出があって行きたいなと思ってるそう泳げないからさ、ほら昔あったじゃん、ドッキリとかで船から落とすみたいな、なかったっけ、そういうのはダメですよって感じだってあの泳げないっていうよりかはあの、うん、海ロケ NG じゃない、全然海は行きたい、遊びたい、全然水着とか着てこんなしたいもん浮き輪とかあるなら全然行けるよ、海でもそのなんていうの、潜って何かを持ってこいとかそういうのはちょっとできない、これはね昔ママにとパパが心配して泳げないからプール教室に通わされてたのね、通わしてくれたって言えばいいのかな、私からしたら本当にもう今でも覚えてるあの時間を今でも覚えてるよ、私たまに家で話すもん、そのプール教室の隣通るたびにうわあこだとか言ってでママとママがさ思い出話してるのフ水着、なんかねグラビアとか高校卒業したら機会があればしたいよね、たらい船、なんかさそういうのあるよね、たらいとか葉っぱの上とかに乗ってさ、こうあれひっくり返らないなら乗ってみたい、そうなのね、はい、そんな感じですねまあ行くことないと思うけど、化け屋敷とかもなしだね私は、うん、
私のために浮き輪膨らまして、頼んだ。でも去年プール行ったよ友達と。あっちゃんちょっと笑っちゃった。浮き輪になりますみんな膨らましますって言って、浮き輪になります。みんなもう膨らまさんでよかったかもしれない椅子になってくれんの？じゃあちょっとさ、長距離歩く時とか一緒についてきて、疲れたら座るからこんばんは。こんばんは。ね、そうなんです。はい、あ、水着 OK です。まさに沈みそうな浮き輪女王様やキャラに。確かに私ね、パパに昔言われてたんだよね。プール行きたいって言ってたのね。そしたら泳げることなら行っていいよ、泳げることならいい、これ絶対条件、泳げる、泳げる子、潜れる子とじゃないと川の近くも行っちゃいけなかった。よし、みんなじゃあ私に乗られて沈めじゃあ子供用プールじゃ楽しくないじゃん。え、だからそう、去年の夏行ったよ私、泳げるいつものこと、いつものお友達と、本当にめっちゃ仲いい友達と行ったよ。用水路も近くもダメだったかも。あのね、メダカ捕まえれるところがあったのね。そこ行く時も自分でじゃ行っちゃダメだった、絶対泳げる子だった。ウォータースライダーできるよ、顔面から行かないように私こうやってさ工夫して滑るから。水たまりは OK。昔雪めっちゃさ富山積もった時にさ、用水路っていうのかな、あれ柵ついてない用水路、凍ってて雪めっちゃ積もってて、多分水も止まってたのかもしんない、落ちたのあと田んぼにも落ちたことあんな。一輪車乗れるのね私、昔一輪車でどこにでも行ってて、本当に本当にどこにでも行ってたの、本当にどこにでも行ってて、10分ぐらい降りずにもう漕いで、スキヤーだけもう近所中漕いでたらさ、パーンって一輪車前からパーンって飛んでカクって田んぼに落ちたことあるし、その柵なし怖いのよ。こっちの一輪車じゃないよ、これ自分で乗るやつ。面白いね、みんな一輪車乗れる？チャリンコね、伝わったよ。私農業もやりたい。取りに行ったのね。どうだった？どこのお酒屋ショップ行ったのここで聞く人。てかさ、ちょっと待って、ちょっと待って、大阪ショップに忘れたってコメントしたよね、スマホで見てない、そういうことか、あ、そういうことか持ってんのにさスマホ忘れたって言ってかと思ったよ。え、練習したら全然乗れる。はい、また言ってます、足短いって言ってます。短いんじゃないんです、身長が低いんです。
148センチだぞこっちは短いって言うな本当にもう怒るよマジで本当に怒りますよ。あ、 iPad ね、そうだよね、さすがにねよかった取りに行けて。よかったよかったそうだよね、さすがにそうだよね。私がね一瞬パッと思ったのが本当にね、本当に私もよくやるんだ。スマホなくしたって友達にね、自分のなくしたスマホから連絡してんの。どう考えてもおかしいやろてたね、プロ野球が好きって。ん？違う？やって、ん？プロ野球好き？あら、不安になってきた。ちょっと待って。不安になってきたぞ。あれ？やばい。にわかみたいになり始めてきた。やばい。159センチなの。私からしたら全然羨ましいよ。159センチだって。だって150目指してるもん今167も全然私からしたら羨ましいよ。じゃあさ、今度の前座の日さ、受付でさ、みんなの足から食べてくから、みんなも足短くなればいいんだよあ、そうだね、女の人と男の人は確かに違うもんね。でもいいんだよ、全然いいんです、人それぞれなので。やった、2センチもらえる。足をなんだってえ、みんなの足をちょっとずつパク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 ちょっと食べてって、自分の足に蓄えて、みんなも足短くなればいいんだよそう、私受付でね、身長高い方来たら届かないから、パッドが、あ、ちょっと失礼しますって言って背伸びしてますえ、ちょっと待って、それはやだな。え、足裏はちょっとマシかな。ちょっと、んー、ちょっとどうしよう、どうしよう、あ、どうしよう、どこからもらおう。いや、臭いのはやだな、確かに。じゃあ、ああ、どうしよう、太ももあたりかな ああ、ただそうだね、そのぐらいだねああ面白いよ。ウエストはいらない、ウエストはいらないよ。私も私のウエストのお肉あげるから返却するよ、みんなにお礼として、お礼としてあげるから、みんな足ちょうだい、身長分けて私のいらない脂肪あげるからはあ、面白いよ。私の脂肪あげるから、みんな身長ちょうだい。受付で、あの、受付で身長くれなきゃ中に入れてあげないよの肉もらって嬉しいんか。背伸びしてるの見たい？じゃあ来るしかないね。会いに来るしかないね。本当にそうなんよ。そうなのよ。モデルのイベントなのに。話題がダメなのよ本当にさ、ありがとうね、戻してくれて。そうなの、じゃあちょっともう、あれでもね、私あの小柄だからこそできるさ、そう、小柄の人が来ても足が、足が長く見えるって言い方ダメだな、なんて言うんだろう、小柄の
人が似合う服を着てランウェイに歩くとか、そうなんて言うんだろう、小柄だからこそできることをしたくて、小柄だからって私は自分で言っちゃったけど、なんて言うんです、身長が低身長モデルですか、そうスタイル、そうそうなの。みんな私が言ったことを直してくれるね、みんないい人たちだねそう私そうそういうことです。スタイルがよく見える服装を着て歩いて、そんな感じです。そうですね、とね、ラーメンとか、今はラーメンじゃないけど、こう雑誌のモデルさんとかからのランウェイに出るっていうことも夢に持ってて、そうだからアイドルしながらそういうお仕事もいつかできたらいいなって思ってて、そう自分を支えてきてじゃあみんな頭フル回転、みんな変なこと言わないからハラハラしてんじゃないの大丈夫かい。でも私のこのコメント欄は優しい言葉でいっぱいだからね、みんな優しい人たちばっかりで私は嬉しいよね、私いや嬉しいんですよ、気が気じゃないそんなこと言うなって本当に、白目ちょっと私にさ、リアコだよ、リアコのリアコさんが欲しい、最初10分で通常運転に安心した私は優しくしろってさ私には優しく、そうよ、止まんなかった時がやばかったね、画面外れてると思ってたらさ、画面外れてなくてさ、このぐらいでちょっと白目向いちゃったりとかしてた、危なかった。こんばんは。ちょっとさ、私聞いてほしい、この触覚の分かる、ここ、この S つながってんの、S わかる、ここからのこう S になってんの、めっちゃ可愛くないそうで、押しを押せるときに押せって言うでしょ、知ってるんだその言葉そうよ、知ってるときにだよ、トゥ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 、あ、ダメだ、言っちゃダメだ、やっちゃダメだ、危ない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 、曲は気をつけろ、本当に危ない本当に危ない、私本当にダメ、みんな今のは聞いてないことにしよう、かなと思って、はい、しようかなと思います、今日はやります、お祭りもあります、
何から作りますか？どれ作りたい？みんな、これ昨日できなかったやつなの。これ20分かかるんだよね。どう？可愛くない？これ可愛いよね。でもこれね、芋虫じゃないんだよ、カブトムシなの。そう、可愛くないですか？直径約5センチ、体重約35グラム。組み立てたトレーに頭の元を入れて、体の元を入れて冷やして、本物そっくりの大きさと重さで出来上がり。だってさ、みんな知ってる？これこの穴何の役割か知ってる？私今びっくりしちゃったよ。すごいねこれ。やっぱさ、すごいね。幼虫もさ、幼虫もさ、って幼虫に失礼だから、幼虫さんもさ、作り、なんかちゃんと作られてるね。仕組みがすごいわ。成虫、幼虫は成虫と同じく6本あるんだって。足違うよ、毛穴じゃないんだよ。呼吸するんだって。左右に9個ずつあるらしいよ。すごいね、すごいね、本当にね。これ絶対本物めっちゃ研究して作ったやつだよね。すごいね。とりあえずハサミ必要ですわ、これ作るためにはね。ハサミ、今ハサミ探して。ちょっとお待ちよ。ハサミね、ないんだわ。あとハサミで切らなきゃいけなくてね。育ててた。私はね、昔捕まえに行ってた、よく朝方。あれ何時起きだったんだろうね。本当に小学校の時ってさ、朝早いのが全部夜中に感じちゃうんだよね。でも夜中じゃないよ、多分普通に全然出ていい時間、普通に朝6時5時とかかな、そのくらいの時間だった。本当に今思ったらよく行けてたわ。カブトムシ捕まえて育ててた。ねえ、切れないんだけど。後ろに看板あるの？これ？これはそんなにね、見せようと思ってかけてあるんじゃないんだ。そうだよ。あのね、樹液があったらね、クワガタも来ちゃうんだよ。楽しい、嬉しいよね。クワガタ捕まえたらレアだね。で、私クワガタに名前つけてめっちゃ可愛がってた。服にこうやってつけてブローチーって言ったりしてた。あのカブトムシはクワガタさんは多分幸せだったと思うな。めっちゃいろんなところ連れてってあげたし、それもね、飛んでいかないの。普通だったらさ、飛んでいっちゃうじゃん。飛んでいかずにずっと私の肩に乗ってて、そう、可愛かったね、あのクワガタさんは。また出会いたいね。へえ、そうなんだ。毎年カブトムシすごいね。幼虫からだいぶカブトムシまで育てるのってすごいさ、お世話しないとじゃん。すごいね。カチッ。はい、作れますよ、いつでも。ほら、わかる？組み立てたの。だからここから型を流し入れたらいいよ。よし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 。ふうふむ。下の線まで入れる。ちょっと待ってね、読みますね。組み立てました。お、じっちゃんだよ。
お誕生日おめでとう、ありがとう。いつも言ってくれる。栄養が少ないと小さいカブトムシになるよ。そうなの？まだ全然ちっちゃいカブトムシ、普通のカブトムシしか見たことないかも。星の下のマークまで、ちょっと待ってね。どういうこと？あ、ここの線まで水入れるらしいわ。あと5日もあるの、会えるまで。それは寂しいわ。頭の元だって、頭の元、体じゃなくて頭の元入れるんだって。入れていきますね。背景も誕生日バージョンだし。そうなんだよね、このさ、誕生日バージョンはいつまでかできなってるんだろう。あ、すごい、あの子供の時の薬の匂いがする。いいね。これはね、コーラ味だって。ちょっとお水持ってくるから待ってて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。間違えた。よいしょ、嗅がせる癖。よいしょ、よいしょ、入れていきます。このぐらいかな。入れすぎたかもしれない。見て、じゃーん、すごい、こんな色。混ぜます。私すぐ匂い嗅いじゃうから、匂い嗅いじゃう癖があるからね。すごい、これ大丈夫かな、不安だよ。多分水入れすぎた。これできるかわかんない。初っ端から失敗した可能性もありますね。うん、その可能性の方が高いかもだね。あ、でもすごい匂いするねえ。水っぽい幼虫できたらちょっと見せられないから。そう、仕上がった時に20分放置してダメだったらちょっとごめん、ダメだったって言うから。ちょっと水っぽいわ。ちょっと私これ多分100失敗してるわ。ごめんなさい、失敗しましたね、これ。見て、わかるかな。だいぶ失敗だわこれ。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュはあった。はいはい、まだ頭だけ。そうだよ、体が成功すればね、いいんだよね、賞味ね。ちょっとね、流し込んでみますか。頭の部分ってどれだろう。どこだろう、頭。これはお尻の部分だよね、多分。じゃあこっちだな。じゃあちょっと入れてみますね。よいしょ。はいはい。どのくらい？こんぐらいかな。このぐらいかな。じゃあこのお菓子お菓子使いは本当に食べ物なんけ、食べ物やろ。このお菓子作りは違うよ、もう。これは料理検定を持ってても失敗しますよ。だって料理じゃないもん、これ。もう研究みたいなもんじゃん、これ。すごいね、これ。本当に小さいか、こういうのが好きなんだもんね。私も好きだけどさね、楽しいよね、こういうのって。他の子どんな配信してる？みんな今何してんの？見てこよっかな。
麻生研究所。そうだよ。うん、水分補給してるよ。緑茶、緑茶。はい、次。次、体を作ろう。え、行かないでよ、ダメだよ何言ってんだよって感じだよね。矛盾してるぞっていう感じだよね、本当にね。じゃあ見てくるか。あ、他言ってたんだね。あ、確かに。じゃあさ、幼虫冷蔵庫入れてる間に一曲歌うのでもありだよね。体を作ろう。星のマークの上の線まで水を入れてから、その中に体の素を入れて溶かそう。ね、待って、水入れてからかもしんない。水入れてからだ。あ、先輩のとこね。じゃあ許す。ね、でもね、4期生だけのイベントじゃないっていうのがね、あれなんだよね。3期生の先輩方もおられるイベントだからね、なんとも私言えないわ。みんなもそれ言わなくていいから、隠しといてくれればいいから言わなくていいから、本当にもう本当にね、自分から報告タイプね。隠しときゃいいのに。頭はコーラ、体はヨーグルトだよ。正解。分かってんじゃん、よくお分かりで。ではでは、体の素を入れていきます。バレないやろ、私がゆあちゃんとかとね連絡取ったらバレ。あ、いい匂いする。あ、いい匂い。ねえ、待って、私今12いい匂いする。嗅いでみ、匂ってみ。よし、じゃあ幼虫の体作るぞ。よいしょよいしょ。まずい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 。いいねいいね、これはいい感じよ。うん、すごい匂い。じゃあトロトロですね。見て、わかる？え、香りする？やった。そういえばさ、私にさ、あ、圧に流されたお弁当買った人作ったの？どうせ作ってないんだろ分かってるよ、私作ってないことぐらい。匂いレポしてみよう。え、難しいな。甘いお菓子のヨーグルトの匂いがする、こんな感じなんか駄菓子屋さんみたいな香りがする。えい、はい、れー。あ、この幼虫失敗ですね、多分。そう、私がさ、お弁当作ってた配信があるんだ。あ、これ多分失敗だね。うん、足りません体が足りない。あ、ちょっと待ってちょっと待って、富山に駄菓子屋さんあるよ。昔中学生の時とかにちょっと自転車とかで行ってた。どこだろうあれ。でも意外とね、バラバラってあるんだよね。見せられない見せられない見せられない。これでもできなかったけど自己紹介する。よし、じゃあ自己紹介してから行こう。
富山県出身、高校3年生になりました。18歳麻生樹奈です。私はアイドルとモデルさんのお仕事を、アイドルをしながらモデルさんのお仕事をしたいなっていうことをね、ずっと前から言っていたんですけど、てかあれなんですよ、違う、ちょっと待って、自己紹介しながらコメント欄ちょっと見とったら笑っちゃうわ。はい、私はそうですね、低身長のモデルを したいんですね。で、雑誌のモデルもしたいし、ランウェイにも歩きたいし、でもステージで輝けるアイドルにもなりたいんですよ。ちょっと欲張りかもしれんけど、この夢があるんですね。まあ多分この夢が叶うのはまだまだかもしれんけど、雑誌のレギュラーモデルに選ばれたり、そういうことも夢に見てます。まあ夢はね、言うだけあれだから、言うだけいいですから、言わせてください。そうなんです。でもさ、あの人、あのグループの誰々かって、身長ちっちゃいけどモデルしてるってとかさ、あればさ、身長が私みたいにこうなんでもさ、もっと低いかもしんないし、でも希望がっていうかさ、夢みたいなね、こう憧れられる存在になりたいし、そう、そういうのも含めてだね。夢は大きく、そう、夢は大きく言うことが大事ですからね。はい、はい、幼虫さんです。ここの部分はちょっと失敗しました。私の分量不足でした。多分結構ね、シャワシャワでも良かったのかもしれない。だからこのコーラの部分は成功だったかもしれないね。難しいね、これ本当にちっちゃい子が作るやつかな、これ難しいぞ。これ成功した人いる？すげえな、これ。失礼しました。これとろけが必要だったみたいです。はい、こういうとこですね、私。あ、確かにちょっと水入れればいいんだ。音もいいじゃん、音もいいじゃん、いいじゃん、素敵ね。そうじゃん、そうだよね。まあでもこれは食べるから、食べますから安心してください。私食べますよ、これちゃんと食べますよ。ちょっとわかんないけど、とりあえず冷蔵庫入れてみようかな。ちょっとまた今度リベンジだな、これね。リベンジだよね、これ。メルカリにねえ、私のことをメルカリ出品してる、してる人いるでしょ。まあいいですけど、嫌ですけど、よくないですけど。なお、時間教えてくれてる、ありがとう。でも多分まだ3時間は経ってないと思うから大丈夫だよ。今日10時までしても3時間経たんない、ギリギリなんじゃない、わかんないけどね。私が何時までしたら、ほら幼虫、私何時までだったらできるの。10時までしかできないけど、高校生は私が始めた時間から3時間って言ったら何時までなの。間違えた。春のセーフスタートよらし、パラレルをピョンと飛んでいて、
うん、10時まで行けるね。10時40分だから、じゃあ10時までやっても問題なしってことやね。 OK。 私は高校生だから、じゃあ10時までやるね。え、歌ってた。あのね、そう、ちょっとね、早く食べなきゃいけないものがあるってことに忘れてて、これいつまで大丈夫？ちょっと消費期限切れそうだから食べますね。あのね、成城石井で買ったわらび餅、これなんですけど、そう、これ本当に美味しくて、私ね、黒豆が好きなのね。そう、黒豆の入ってんの、このおま、この中に。じゃあどこから。わかんないよ。よいしょ。まあアイドルとね、ファンオタクがね、結婚するとかあるもんね。切れてません。大丈夫です。じゃあこれ食べたら歌う。歌う詐欺します。これ好きなんですよ。そうなんです。見てください。みんなもさ、成城石井行ったらこれ買ってね。うん、納得。そりゃ知らんな。まあまあ、食べれたよ。うん、口にいっぱい入ってるから、ちょっと待ってって言ったら、間違えて一口で食べちゃったって。で、まあ、噛んでる時にランキング見てたの。気づいたら12位だ、なんでと思って見たら、納得って思って、納得って言ってたの。おいしいおいしい、つまらない、大丈夫大丈夫だよ。今日ね、さっきね、いつ歌っても大丈夫なように見て、ちゃんとあるんですよ、イヤホン。計画性のないところが好きなの。てか何歌う？私一回昔歌ってさ、ちょっとなんか文句言われたからさ、それから歌ってないんだ。文句をね言う人、私が歌ったら文句言う人いるんですよ。それからひねくれて歌わなくなった。待って、半分ずつ食べるってお餅って難しくない？きなこ。歌は楽しいよね。これあざといって言うの？うん、美味しいです、本当に美味しいです、とっても美味しいです。
青春時歌いたいけど悩むよね。とっても美味しい。続かないのよね。三村さんにさ歌を教わりたい。何歌う？ちょっと一旦言ってみて、リクエスト。メリーに怒られ、どういうこと？違う、お茶飲んでる時にガードレールの話はダメやろ。拭かないよ。ガードレールピョンとしたら足が上がんなくて焦った。最高、それ見たかったわ。めっちゃ狙った。絶対嘘だな、タイミングだなそれ。最近ね、昔はハマってたんだけど、最近また花は誰のものにハマってるってこの前言ったよね、確か配信で。13位誰が配信してんだ今。ナギか。ほう、ナギさんね。私もガードレールピョンとしてみようかな。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだろう。いや足は多分風が追いかけてこない。そんなことないよ。だね。ちょっと今歌詞を、うちの妹がハマってる曲があるんだけどね、うちの一番下のその NGT が好きな。ガードレール高いか。妹がね、さやさん推しで、今はせいじさんとか大塚さんとかが好きなんですけど、うちの妹ね、蒸発した水分がね、うちの妹好きで、すごいの歌ってんのよ。私も歌えるよ。え、青春時計の MV に出てるの、すごい。探したらいる。あ、行ったんだ。風が吹いて流れて日差しの滝が、青い天空から音もなく落ちてくる。そっと瞳閉じればどこか遠い彼方へ、意識だけが動いて旅が始まる。マックスもエキストラ参加したの？すごいじゃん、めっちゃ出てんじゃん。本
当にね、すごいね、歌上手だよね。青春時やな、ここまでいったら青春時、そうなってるね、そういう話になっちゃう。どうしようかな、悩んできたな、悩んできた。メンバーとチクタクダンスしたな。めっちゃ思い出じゃんそれ。じゃあ踊れるってこと？チクタクチクタク、リノの糸輝き飲んでる、輝きながら群馬から青春の時踊りに行ったよ。すごいすごいじゃん。思い出こそが最終、ちゃ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 ん。あ、世界はどこまで青空なんだろう。ナナのセンターよかったね、よかったよね。私もさ、その走り抜けてみたい。じゃん、あこだけシャンって行きたい。目がちょっとかゆいね。こんばんは。じゃあ青春時計にしてみる。ちょっと練習しよう、一緒に、みんな一緒に歌って一回。ちょっと待って、青春時計ね、青春時計。風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだろう。よし、やってみっかね。やらんと何も始まらんよね。そんなずっと昔のこと引きずっててもね。そうだよね、久々ですね。叩かれたら叩かれたらね、私はね、まあまあ拗ねてますよ、一人で。そんな時もあるよねって感じなんですけど、はい、まあね、歌唱出るからね、歌うまいけ。そうだよ、だからね、人前でね、そう、前座もあるし、歌うね、人前で歌うのになれなきゃ。だからアイドルだし、そして私は、そう、私泣かないよ、大丈夫。